チャンネル登録1万人突破。どうもいつも皆さんありがとうございます。ちょうど1年前が2036人だったので、1年間でこれぐらい伸びるとは思ってなかったので嬉しいです。そしたら今回は以前から募集していた質問コーナーって形で質問に回答していきたいと思います。できる限り個人を特定するような情報以外は NG なしでやろうと思ってます。1つ目、初めて自作 PC を組んだきっかけを教えてください。これ結構難しくて、私パソコン初めて自分のを持った時は自作 PC なんですが、知り合いが組んだものをちょっといらなくなったからということで格安で譲っていただいたものなので、自分では組んでないんですよね。もう10年ほど前になりますが、大学のゼミにレポートを出す時にどうしてもパソコンっていうのが必要だったので、それのために購入したっていうきっかけですね。まあ建前はなんですけど、その時はコア2クワッドの 4GB の GTX650Ti でした。ちなみに皆さん大好きな動物電源です。まあ自作ではないんですけど、実はこれがブルースクリーン連発で落ちるようになって、でそこから組み直すようになったのがきっかけって形になります。ちなみに最初動画投稿を始めた時は、これにメモリーを 4GB 追加して 8GB で動画編集してました。まあ最初はゆっくり編集だったので、そんなに負荷は必要なかったですね。多分今チャンネル登録してる方で、私がゆっくり編集したことってあんまり知らないと思います。じゃあ次、宮地さんがジャンクを始めたきっかけ、そして YouTube を始めた経緯などを教えてください。最初のうちはあまりジャンクって興味なくて、ここ3、4年ぐらいでやっと触り出したって感じですね。まあきっかけが、以前に友人から買った、まあコア2クワッドのパソコンが起動しなかったので、まあ修理しようって思ったのがきっかけですね。昔のものとはいえ、まあ大金で払ってるものなので、さすがに使わないのはもったいないなと思って、近くのハードオフで、まあジャンク品なら安いからちょっと手出してみるかってことで、ジャンクを始めたきっかけですね。で、YouTube 自体は、まあなんか面白そうだからやってみようと思ったのがきっかけです。正直もう何ヶ月に1回ぐらいの投稿だったので、最初はあまりモチベはなかったです。家にあるグラボストックは一体何台あるんですか？結構それ私そんなに持ってなくて、待っても20台ぐらいだと思います。結構プレゼント企画に回したり、知り合いのパソコンの作成とかに使ったりして、まあそんなに溜まってないかなと思ってます。そのうち10台ぐらいは故障してるものなので、いずれ修理したいと思ってるもののグラボはいくつかあります。CPU と GPU、 メモリのオーバークロックの意味が分かりません。まあそんなに難しく考えなくていいですよ。まあ定格がその本来の CPU の性能や GPU の性能って思ってもらって、オーバークロックっていうのが、まあ100の力かを 120%、130% 出して少し性能を上げるって意味です。まあその分負担がかかるってことなので、通常利用であれば定格の利用の方がいいかなと思います。オーバークロックすると保証の単位外って形もありますからね。例えば PC パーツのメーカーを一つ一つ統一すると、よく言う相性問題比較的に軽減されますでしょうか？私はメーカーを統一してパソコンを作ったことはないので正直わからないです。多少は軽減されそうな形はありますが、どうしても相性問題をゼロにするのは無理なので気休めな気がします。まあ、どちらかというとメモリが一番相性問題を起こる可能性が高くて、心配であればマザーボードのサポート一覧にメモリの対応一覧が載ってるので、それ見て買った方がいいと思います。メーカーさん見ていたら教えてください。質問よろしくお願いします。パソコンモニターにスピーカーがついてない場合の音声出力について。1、2、3、4、あと5個目とすれば、 PC モニターにイヤホンジャックとか付けられればモニターからも出せるはずです。もしよろしければ 5700X か 5800X 売ってもらえませんか？今手元にあるのは 5700X が1つで 5800X が2つですね。売ってもらえますかについては、それはね、世間はちょっと許してくれやせんよ。こんにちは。興味深く動画拝見させていただいております。VTuber みたいにアバターを動かしながらゲーム配信したり、動画を編集するにはどれくらいのスペックが必要だと思いますか？またくらい予算があれば大丈夫でしょうか？教えていただければ幸いです。まあやること次第だと思うんですけど、とりあえずラム、メモリに関しては 32GB 必要ですね。まあゲームのスペックによるかと思うんですが、タルコフとかやる場合はとりあえず16じゃ少ないですね。まあ CPU に関しては Core i7 の 5700X か、もしくは Core i5 の 12400F 以上は必要だと思います。
で、グラフィックボードは結構見た感じだと RTX2080 とかでやってる人もいますので、まあ RTX3070 以上が必要かなと思います。最低15万から20万ぐらいは用意した方がいいかなと思います。まあ別の方法としては、1台ゲーム専用機として、で、もう1台、配信用のパソコンとして用意してる方もいらっしゃいますね。ノートパソコンを買おうか悩んでるのですが、おすすめのメーカーや購入時の注意点などを教えていただきたいです。まあやること次第かなと思います。まあ個人的に、まあ Mac 以外を買った方がいいかなと思います。Mac ってちょっと私も避けてるんですけど、まあちょっと独自企画で、まあ修理とか改造拡張性的にちょっと個人的には微妙なので、中古で買う場合は結構避けてます。まあゲーミングノートであれば、タフとか結構安いですよ。GTX1650 とか入ったもので結構安く売ってます。2万円台、3万円台の中古 PC を探す時のおすすめのサイトをお伺いしても、スペックは 16GB SSD、4世代 i5、GTX1050 など考えてます。まあ、訳ありのドスパラがおすすめです。タイミング良ければ、Core i7 の4771のメモリー 32GB、で、グラフィックボードが GTX750Ti で 2TB ついてるものとかもありましたね。まあ、訳ありじゃなくても、Core i5 の4570あたりが2万円台で購入できるので、それにちょっと付け足せば3万円台に収まると思います。あとは、PC ガレージっていうところがいいかと思います。まあ、8世代の i5 がついていて、キーボード、マウスなどがついて27,500円とか、そういったものとかもありますね。まあ、通販はこれしかないんですけど、店舗型であれば、秋葉とか近いのであれば、秋葉ジャンクスさんとかで、結構1万円以内で買えると思います。インテル派ですか AMD 派ですか？ちなみに私はインテル派です。昔はインテル派でした。まあ私のアイコン見てもらえばわかるように、青色好きなんですよね。ただ最近は AMD の方がコスパがいいので AMD ばっかり買ってます。お仕事ってどんなことをやってるんですが、言える範囲で構わないです。まあ、ニートです。というのは冗談で、まあ YouTuber って言いたいんですけど、まあ実際のところ個人事業主です。動画編集とか全く関係ないやつですね。好きな食べ物は何ですか？ハンバーグ。動画を作る上で気にしてることはありますか？まあ、できるだけ間違った知識を伝えないように、わからないことは調べてからあげるようにしてます。結構 Twitter とかでつぶやいてますね。で、参考になるように、うまくいったところだけ動画にしてます。なので、失敗になった没データってのは結構あります。あとは耳障りにならないレベルで、できるだけトーンを落としてます。まあ、これ私が実際に、まあ、滑舌がそんな良くないので、噛まないように落ち着いた感じで話してるっていうのがありますね。実際に知り合いに動画見られた時に、これ本当に本人って聞かれたことがあります。それぐらいテンションが違いますね。編集するソフトや使ってるカメラを知りたいです。編集するソフトは Adobe Premiere Pro で、カメラが Lumix の G8 です。カメラに関しては、私ちょっとこだわりあるわけではなくて、これもらったものなのでそれを使ってる感じです。5万円台で作るゲーミング PC などを作りたいけど自分で作るのが怖い場合、ミヤスさんに頼めば作っていただけたりしますか？まあ、タイミングによります。私がまあ動画ネタにできると思えば作る時もありますし、まあ、忙しい時は普通に断ったりします。まあ、基本的に自分で作んだ方がいいですよ。何かあってもちょっと保証ができないので。まあ、どうしてもまあ組めないっていう方は DM か Twitter の方で、Discord の方でもどうぞ。ジャンク品を修理することが好きになった理由を教えていただきたいです。まあ、直せた時の感動感っていう感じですかね。まあ、動かなかったものが動くようになった時の、あれやばいですよね。多分これ共通で感じる方いるかと思うんですけど、ただ細かい修理とか私素人なんで何もできません。まあ、という感じで1万人の質問コーナーって形になりました。まあ、また何か気になることあれば、まあ、実際にコメントとかでも聞いてもらえればなと思います。コミュニティの方も一応募集はしておきますので、もし気になるところあればそちらにコメントください。気が向いたらまた作ろうかなと思います。では、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。